いわき市の小名浜港に設置された高さおよそ82メートルの巨大なクレーン。これは50トン近いコンテナの積み下ろしを行うガントリークレーンで、県がおよそ1年半かけて整備しました。誠にありがとうございます。2機体制となったガントリークレーンにより、小名浜港におけるコンテナ貨物取扱い量のさらなる増加が期待されるところであります。県内最大の港、小名浜港。石炭や工業製品など大量の物資がこの港を通って国内各地、そして世界各国へ運ばれる海の物流の拠点です。しかし4年前はですね、令和、元年台風と合わせまして、その後のコロナの関係で若干その物流が少なくなったという関係もあって、平成29年に扱ったコンテナは24,000個余り。それが去年はおよそ16,000個と7割以下まで減少しました。要因の一つが、小名浜港と東京や横浜などの港を結ぶ定期航路、国際フィーダー航路の休止です。そこで県といわき市は業者に働きかけを行い、先月16日、4年ぶりに定期航路の再開にこぎつけました。これによりコンテナの取扱量は増える見通しで、福島県は今後も物流機能の強化を進めることにしています。この小名浜港をですね、中心としまして、今後ですね、いわき市だけじゃなくて福島県のその産業振興につながっていけば、いいのかなと思っております。はい、この扱う貨物の量が増えますと地域経済にもメリットがあるのかなと想像するんですが、その元になります国際フィーダー航路という言葉が出てきました。どういうものなんでしょうか。いわき支社から安西さん。はい、国際フィーダー航路は日本の中枢の港、京浜港と阪神港が中継点となって各地の港とつなぐものです。メリットについて県の担当者に聞きました。外貿コンテナ、航路につきましては、どうしても韓国、中国を経由してということだったんですが、こちらの国際フィーダー航路については、京浜港に直接持っていきますので、輸出入のその時間が短縮できるというメリットがございます。これまでは岩手県や新潟県などの港に寄ってから、韓国、釜山港を経由して各国へ輸出していました。国際フィーダー航路では京浜港が小名浜港の輸出入の中継地点となるため、その輸出入にかかる時間が大幅に短縮されます。荷物をトラックで運ぶ場合も、行き先を京浜港から小名浜に変更すれば、ドライバーの残業時間の制限に伴う2024年問題にも対応できると期待されています。韓国を経由する航路も継続されていますから、選択肢が増えて小名浜港の使い勝手が良くなったと言えます。小名浜港の動きが活発になると地域にもプラスの経済効果が期待されます。いわき支社から安西さんに伝えてもらいました。